長降県10月から1979年10月13日は、石膏財閥の挙党。満州国崩壊後に、国民政府が設置した旧満州地域の、摂種統治機関、東北行営の東北行営経済委員会主任委員として、中国の東北地域の摂種活動に当たった人物。1970年8月14日に、日本の、訓一等隅法省を受賞した。 1972年9月30日に、慶応義塾大学から名誉博士称号を授与された。なお、日本では一般に、字の貢献で知られるが、中華圏ではむしろ本名の加号で知られる。兄は、長君。上海近郊のチャンス商法残権に生まれる。上海広報玄関を卒業した後、慶応義塾大学に進んで、経済学を専攻し、堀江貴一。 福田徳造に指示して、理財家を卒業。当初は造船学にも、興味を持っていた。日中戦争の始まる前には、本意の間柄であった、三井の池田重明、区内省、関係大臣、軍の指導的将官とも熱心に話し合い、日中戦争勃発の防止に努力した。帰国後、新朝政府の有殿部に入る。侵害革命が勃発して1912年に、 中華民国が成立すると、石膏ととく、主担の秘書、参議院秘書長を経て、13年12月に、上海中国銀行副経理に就任し、以来、35年12月に、国民党政府の鉄道部長に就任するまで22年間銀行業に、身を置き、中国銀行総経理、中央銀行副総裁、中央信託局長を歴任。 1916年の財政上不干者平蔵発を目論む遠征外の打艦停止命令を総経理総監省と共に断固拒絶し中国銀行の信用を著しく高め中国銀行をして石膏財閥の中核民族資本の守護者と呼ばせる存在にさせたまた銀行集法の総監や鉄道業投資を積極的に展開しその後 国民政府の鉄道部長、交通部長を歴任し、43年9月に国際航空会議、国際貨幣会議の中国代表として渡米し、太平洋戦争終結後まで米国で調査活動に従事する。1945年9月に国民政府の東北領営経済委員会、主任委員兼任中国長春鉄路行事理事長に内定し、 1947年2月12日、南京より新洋へ戻った、熊式輝きから小解析主席の内辞を受け、3月1日付で、中華民国中央銀行総裁と中央信託局理事長職を兼任。これにより、国民政府の通貨及び為替管理の事実上の責任者となり、満州改造見摂取の全権を移植され、ソ連軍政下にある旧満州を国民政府に、 引き継ぐべく満州重工業開発、南満州鉄道などの接収を、ソ連、中国共産党と争う。その後中央銀行総裁を辞職し、講師のオーストラリア国立大学長、ダグラス・コープランドの誘いにより、53年に渡米し、スタンフォード大学、フーバー研究所の上級研究員となった。その間、シンガポール南洋大学、 国立台湾大学の昌平教授を務める。国民政府の東北経営、復興計画を記したアジア経済研究所所蔵の超貢献文書は著名である。ありがとうございます。